株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。阪神 D7 位中川隼人捕手、京都国際高は13日矢野監督から理想の捕手像を説かれた。株式会社 AI によるデモ音声です。指揮官が求めたのは負けても納得できる捕手。株式会社 AI によるデモ音声です。根拠のある配球、投手への声かけ、納得できる球を投げさせるとかが大事だと思うと受け止めた。株式会社 AI によるデモ音声です。将来の目標は日本代表、侍ジャパンの正捕手。これはデモ音声です。その第一歩となる背番号68に、この番号を早く自分の色にしていきたいと目を輝かせた。